こんにちは、デリスキッチンです。もちもちーずパンを作っていきます。まずボウルに白玉粉 110g を入れて大きい玉を潰します。そしたら牛乳 150cc も加えて滑らかになるまで混ぜていきましょう。混ざったらホットケーキミックス 50g と粉チーズ 100cc、 サラダ油大さじ1を加えてヘラなので軽くまとめていきます。最後は手でしっかりとこねてください。そしたら生地を10等分にして丸めて鉄板の上に乗せていきます。乗せれたら180度に予熱したオーブンで15分で完成です。ありがとうございました。